ってここにビーコンを置こう。待って、え、お前が乗るんかい先に。どうも、翔です。では今回もスパトゥーンクレンボやっていこうかと思います。ということで、もずくの、あれなんか長くね、あれあれ、あ、なんか長くね、え、え、なんか、なんか、え、なんか最初のオープニングみたいな長く、超長く、え、なんかめちゃめちゃ長くなかった今さっき。え、こんなことあるの、お前。え、すごい長かった気がするんだけど、最初のあの、もずく農園つってなんか、ガチヤグラって出てる画面、めっちゃなんか、多分、いつもの3倍くらい長かった気がするんだけど、なんだ今の。というわけで今回もね、それだけでもやっていきますよ。というと、今回は、塗り足クレンボやっていこうかなと思いまーす。ということでね、塗り足クレンボ、まあ、まあみんな、ね、毎日動画見てくれる、見てくれるの、見てくれてるのでね、って、見てくれてるか分かんないけど、見てくれるので、ね、そんな久しぶりじゃないと思うんですけど、毎回なんか最近毎回ね、あの動画撮るために言ってんだけど、なんか最近僕動画をね、撮らずにね、寝ちゃって、なんか気づいたら朝起きて、あ、動画撮るの忘れたっていう生活を繰り返してて、毎日投稿しますとか言ってんのに、今1日1回、あ、で2日に1回投稿やってんだよ。申し訳ないと思ってるけど、眠い。だから、ちょっとこの、ミネシクレンボ撮るの多分ね、1週間ぶり多分わかんない。4日ぶりかな、もう結構ね、期間空いてんだよね、みんな。ほら。ね。塗り足クレンボって塗ってんじゃないか、お前。おい。絶対あれ殺される。あの 4K リッター使ってるやつに殺される。危ない。殺されるとかって、お前塗ったらダメっつってんよね。マジでお前。引退してください、スプラトゥーンから。本当に。次塗ったら引退だよ、次。次塗ったら引退でーす。塗るなよ、マジで。フリじゃないからな。塗ったの。塗ったな。おい。あ、抜けた、抜けた。あ、最低、最低。逃げた。あ、最低プレイヤー。潔く僕に殺されればいいものを。動画の撮れ高を。気にしろ。動画の撮れ高を気にしろ。まあまあまあ、ね、僕、すっげえ性格悪い実況者みたいになってんじゃん。性格いいですからね、よろしくお願いします。高評価押してください。あと、チャンネル登録をして、コメントも、あと、ツイッターのフォローとインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。またいるわ。あ、なんだ、あいつなんだ。あ、あの 4K リッターいるんだけど、待って。あ、4K リッター、あいつ 4K リッターだな。お前、あれ ?4K リッターか。あ、また逃げた。また、逃げた。あ、すぐ僕が近づいたらすぐ逃げるじゃん。鬼ってさ、隠れ側が待機中の時にね、リッチの外が出たらダメなんですよねって、僕が一番ルール違反知るやないかーっていうことを始めていきましょう。どうしよう。とりあえずね、ここら辺にいた気がすんだよな。ここら辺にね、なんか一人いた気がするんだけど、どうなんだろう。全然いねえわ。なんか僕の幻覚か?全然いねえんだけど。あ、全然いません。いなかったわ。とりあえずね、ビーコンありの塗り足クレンボなので、ビーコンも見つけなきゃ、あ、いたな、今、いたわ、はい、あいつ倒します、すぐ。ビーコンに飛ばれる前に倒すわ。で、こっから、はい、うわ、待って、待って、リールガン持ってきちゃったから、ちょっと、なんか、言うの忘れたけど、なんかリールガン、このスプラトゥーンで最弱と呼ばれてる。いや、僕が最弱と思ってる。スプラトゥーンの中で一番最弱と思ってるリールガンって今回使ってる。あい、倒していく。よっしゃ。達也さんを倒していきました。ありがとうございます。ということで、リールガンって3発当てたらなんかさっき出たよね。3発当てたときは。滑舌悪い。3発当てたとき、なんかパキーンだったよね。もう一回。あ、ほら、え、なんかあれリールガンなんか、あれ、あ、お前、待て。あ、もう逃げんな。ダメだよ。はい、こうやって足場、周りを塗ることによって足場をなくし、あ、ちょっと倒した。メロイカさん倒しました。待って、リールガンで3連発当てて、ピカーンってなるやつもう一回入れたいんだけど、待って。あと残り1人なので、これ見つけられるんじゃね?普通に。どこ行った?敵。ここら辺か?あ、あと1人見つかんねえな、待って、やばいぞ。待って、普通にリールガンで3点当てて、ピキーンってやって倒したいんだけど、待って。もう終わる、もう、あともう25秒しかない。待って、ちょっと待って。待ってって言っても時間は待ってくれません。何の話急に。ここにいたりするもしかして。この変な塗られたとこに。さすがにいないよな。さすがにここにいないと思うわ。え、どこだ?え、こんなことある？待って、あ、終わる？あ、終わったな。あ、え、あいつか？いや、あいつではないな。待って、終わったー。諦めー。よーし、ということで、もずく農園で答え合わせやっていこうかなと思います。はい、ということで、え、これも長い、この始まり。あ、え、なんか長くね？これも。あれ、なんか長くなった？長くなった？なんか最初の。あれ、長くな、あれ、僕の勘違いかな？なんかすごい、なんか最初の始まりの。なんか画面がいつもより10秒先に盛り持ったな。2秒、3秒くらい長い気がするんだけど。え、どうなの？はい、ということで、僕は3人見つけられました。パプリーカさん。そして、
パピさんここにありましたね。で次が、達也さん。ここにいました。あれ達也さん見つけたっけ僕。見つけたよね。多分見つけたわ。達也さん、ここにいました。で、そして、メロイカさんですね。メロイカさん、ここにおりました。あれでも、達也さん、ここにいたっけ待って、覚えてない。全然覚えてない。どうしよう、どうしよう。まあまあまあ、ここにいたと思う。で、見つけられなかった方が、モエルさんということで、ここに。うわ、めっちゃアオリイカしてる。めっちゃアオリイカしたんですけど、この人。アオリイカされたんだけど、ちょっとまあ、ノエルさん。だからこの人、なんかさ、さっきさ、僕がさ、鬼でさ、始まるの待ってる時にさ、4K スコープ、4K リッター使ってさ、なんか、打ちまくって、塗りまくってた人、この人。この人が犯罪者それとも、この、メロイカさんが犯罪者か、このノエルさんが、どっちの、この 4K リッター使ってるやつが犯罪者かっていうのは、まあ謎がわからないまま僕が隠れる番やる。じゃあ頑張っていきましょう。頑張ろう。よーし、だからバッテラストリートでやんの待って、バッテラストリートやんのきつくね。待って。バッテラストリートマジで待って。ねえ、またなんか長くね？毎回なんか、今回、長い日今日って。今日ってなんか最初の画面が長い日？そんなわけないでしょ。はい、というわけで、やっていくぞみんな。よし。というわけで、僕がね、隠れればやっていくぞ。このマップさ、待って、バッテラストリートのさ、ガチヤグラのマップさ、なんか、改装されてさ、めちゃめちゃ狭くなったんだよ。死ぬほど狭くなったからさ、このマップマジでやりたくないんだけど。このマップマジでやりたくないんだけど、まあ、とりあえずここにビーコン置いて、あとはどうしよう。とりあえず敵が、鬼が倒せない位置にいなければ大丈夫なんでって、なんか一人倒、なんか落ちてね。なんか一人落ちてね。やり直し。やり直し。よーし、もうちょっとね、寂しいけど、ちょっと一人、ああ、早っ！やっぱ早くわって今なんか、え？一人ちょっとノエルさんがね、ちょっとさっき回線落ちした人、なんか、もう回線落ちして迷惑かけたくないからって言って、一人、なんか、早退っていうのか、一人、先に、ちょっと一人抜けちゃいました。なんかめっちゃついてくるんですけど、待って、ついてくるのやめてください。そういうの本当に。そういうの本当にやめて。待って、マジでついてくるじゃん。どこまでついてこれるか勝負。待って、ここにビーコン置こう。待って、お前が乗るんかい先に。よし、ここにビーコン置きます。よし。で、ここにビーコン置いて、で、僕は、このね、なんだ。ここの、上登れるかな。ほい。あー、ギリギリ。いや、ギリギリ。あれ？ギリギリ登れねえわ。あ、ギリギリ登れねえ。そう、鬼がね、倒せるとこだったって、鬼がね、見れる？鬼が見えるとこ、鬼から見える場所だったら、別にこういうね、段差の上とかにも隠れても大丈夫ってルールなので、このギリギリなここ、こっちちょっとね、注意してみなきゃ倒せないみたいな場所に僕は隠れようかなと思います。どうだメロイカ、913。なんで、そんなのがくるくる回すの流行ってんの？流行りですか今の。今の女子高校生とか女子中学生とかの流行りなんですかそれが。ナイス、流行りってことなのそれ。え？流行ってんのそれ。ちょっと、いい、どういうこと？去っていったんだけど。メロイカさんが去っていくと同時にパプリカさんも一瞬なんか近づいてきて、どっか行っちゃった。僕ね、今ね、女王蜂っていうさ、ロックバンドっていうの、曲作ってる人たちがいて、女王蜂ってアーティストが、今それにすごいハマっててさ、なんかさ、僕のね、友達とかにもね、おすすめされてて、女王蜂めっちゃいいよっておすすめされたんだけど、なんか、僕おすすめされたらね、なんか逆になんか、聞きたくねーってなるタイプで、わかる人いると思う。なんか、いいよって言われて、いいから聞いてみてって言われたら、聞きたくねーってなるタイプなんですよ。ちょっとなんか、ひねくれた性格なんだけど、ちょっとなんかね、それなんか、ある、なんか、ちょっとね、なんか、ちょっと聞いてみるかと思って、フラッとなんか、音楽アプリでね、ちょっと聞いてみたら、すごい良くて、女王蜂。めっちゃいい。みんなに聞いてほしい。もう女王蜂の、火炎って曲か、金星って曲は、絶対に聞いた方がいい。ちょっと著作権の問題で、この動画では流せないけど、みんな聞いてみて検索して、多分概要欄に URL 貼ってると思う。貼ってなかったら検索してから、ということで始めていきます。2分から開始したら始めていくぞ。ということで、見つからないように頑張って、ここ見つかりそうだな、普通になんか今、ちょっと自信持ってさ、ここに来れたけどさ、見つかんそうなんだけど、待って。ね、全然見つかんそう。あー、でも来てるな。近づいてきてるわ。で、怖っ。大丈夫かな？あー、怖いな。これ、とりあえずね、一人ね、ちょっと先にね、ノエルさんがね、落ちちゃったから、今、もう、仲間が僕以外に二人しかないんだよ。なんか、ちょっと、オールキルも簡単、ちょっとね、難易度下がっちゃった。なんか一人、なんか、あれ、ビーコン二つしかない。あ、
一個壊されたんだ、もう、すでに。え、待って、やばいぞ。あ、え、また一つ壊された。待って、どんどん。え、ビーコン壊されるの早くね？もう残り、え、ちょっとしかないじゃん、もう全、え、少なくね？これちょっと、ここに来た、ここに行くか、ここに行くか。バイバイ、みんな。で、ここに行くことにより、待って、見つかった気がしたな。あ、これだ、あ、やったくね、これ。やったくね？あ、いや、大丈夫、大丈夫。あ、え？なんで一瞬、なんか、立ち止まったの今一瞬だけピッて。だからピトって止まったよね一瞬なんか。あれみたいな感じ。思い出したかのように。まあいいわ、とりあえず。あの残り50秒。で、今生き残ってるのが、あれ？え？何してんの？メルガさん、あ、メルガさん倒されたのがびっくりした。急になんか、精神崩壊して歩き始めたのか、スプラトゥーンクレンボを諦めたのかなと思ったけど、待って、これ見つかったし。いや、まだ大丈夫だ。オッケーオッケーオッケー。メルガさんなんか歩い、アオリイカしてどっか行っちゃったよ。あ、鬼さんについ、あ、待って、やばくね。あ、オッケー、いいよいいよいいよ。見つかってない。え、超強い場所だ、ここ。え、めちゃめちゃ強いんだけど。え？殺されたんだけど、なんか、あっさり、あっさり倒されてるよ、メロヨコさんが。お兄さんもきつくやなーって、僕もするけど。あ、いいよ、カウントダウン始まった。え、ここまで、普通にこれ見つかると思ったけど、見つかんないんじゃね？待って、ね、そこに来るの禁止。オッケー、ここに来ない。ぬる、ぬい、そんな近づいてくんの？この人。はい、ということで、今回もスタジオクラムやってみたわけなんですけど、今回、ぬるやしクラムね。いや、バッテラストリートね、結構かなり狭いなと思ったんだけど、ちょっと僕がね、今日隠れた、ちょっとなんか、ぴょこってなんか高くなってるところに、一回ビーコンをそこにね、ピュってなんか飛んだら、なんか、ちょうどいい感じにね、インクの中に、なんか埋もれてって、インクに潜れて、なんか鬼さんからなんか見えづらいっぽくて、あそこ、あそこ多分強いわ。全然見えないって、鬼からしたらね、全然見えなかったんだと思います。はい。ということで、じゃあ、この動画ければ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ツイッターの方でね、スプラトゥーンクレンボ募集してるんでよかったら、概要欄の方にね、ツイッター飛んで、僕の方をフォローしてくれると嬉しいです。ということで、じゃあ、また見てください。では、バイバイ。